市川團十郎さんと市川新之助さんが、めぐみの喧嘩成功祈願、とび職がまたを振る姿に感激です。歌舞伎座新会場10周年、7月大歌舞伎夜の部、神の恵み和合の取り組み、めぐみの喧嘩の成功祈願が2023年6月22日に東京芝大神宮で行われました。成功祈願にはめぐみ辰五郎役の市川團十郎さんと、三門の仙太役の市川新之助さんが出席。神の恵み和合の取り組み、通称めぐみの喧嘩には、1805年に芝神宮で実際に起こった飛びと力士の喧嘩を題材に、1890年に初演された作品です。芝大神宮には1805年に起きた喧嘩の際、実際に打ち鳴らされためぐみの半鐘が保管されており、二人はその半鐘にも触れました。芝大神宮ではめぐみによりまとい振りが披露される一コマも。團十郎さんは飛びの方々の背中からその生き様を感じました。飛び頭の辰五郎を演じるにあたり、改めて背中で見せることが大事だと厳かな時間の中で感じました、と述べておられます。新之助さんは本物の飛びの方とお会いしたのは今回が初めて、すごく珍しい機会をいただけました、と。さらにまといを振る姿を見て目が覚めてきました、と明かすと、團十郎さんは思わず笑みをこぼし、芝大神宮に到着するまで寝てたもんね、とコメントしました。團十郎さんは、辰五郎は数年前に初めて勤めましたが憧れの役でした。今回歌舞伎座でめぐみがかけられること、そして今日大神宮様に来られたことに対して何とも言えない気持ちをかみしめている最中です、と考えを語り、飛びと力士のぶつかり合いの中で男の生き地や生き方を背中で見せていければ、と言葉に力を込めました。7月大歌舞伎の公演は7月3日から28日まで東京歌舞伎座にて行われました。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。